聴者さん、こんにちは。ツンナモンなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ズンコです。本日遊ぶホラーゲームはこちらのオポッサムカントリーです。オポッサムの国っていう意味かな。オポッサムはこの写真の動物よ。有袋類らしいけど、いろいろな種類がいるみたいね。主な生息地は南北のアメリカ大陸だそうです。オポッサムは可愛いけど、どのあたりがホラーになるのかな。今回の動画の注意事項なのだ。それじゃ早速ゲームスタート。クソ、誰がこの料理を注文したのか見当もつかない。確認する受付もない。この男性が主人公ですか？フードデリバリーの仕事をしてるみたいだけど、届け先がわからないっぽいね。困るわね。目に入るのはトレーラーハウスだけだ。いくつもトレーラーが集まって村みたいになってるんですね。誰が食べ物を注文したのか分かるまでドアをノックして回るしかないな。そっか、トレーラーハウスには表札もないし番地も分からないもんね。主人公を操作可能になったわね。周囲が白いですが、雪が積もってるんですかね。ところどころに見える四つ足の動物はオポッサムなのかな。隣に近寄ることはできないみたいね。それでは食べ物の届け先のお宅を探しましょう。この大きな箱みたいなのは何だろう。ゴミ収集箱がたくさんあるな。道理でこのクソオポッサムがたくさんいるわけだ。重い蓋のついたゴミ箱じゃないと中身を荒らされてしまいそうね。気を取り直してトレーラーハウスを訪ねていきましょう。まずは1台目なのだ。ごめんください。私はそんな食べ物のことなんて知らないよ。このおばあちゃんはデリバリーを頼んでいないようです。とっと絵がリアル。この辺りじゃさっさと動いた方がいいよ。それは一体どうして。私らはよそ者に親切にしないのさ。そしてもしビルに会うことがあれば、彼に気に入られるようにするのが一番だよ。ビルって人がこのトレーラーハウス村を仕切ってるんでしょうか？住んでる人は排他的みたいだけど、主人公はお仕事で来ただけなんだよな。先に左上の小さいトレーラーハウスを訪問しましょう。失礼しますよ。うむ、便利よいだが、俺は何も電話で頼んでいないよ。この人も頼んでいないんですね。俺の妻を見なかったか？誰かと駆け落ちしてしまったんだ。いや、見てませんなのだ。気の毒に。俺の知る限りじゃあんたかもしれんな。主人公が奥さんと駆け落ちしたかもって言ってます。何言ってるのだ。ビルは俺にただ信じればまた妻に会えると言ってたよ。ビルって一体どういう人なのかしら。なんかこの集落ヤバい場所かもしれませんね。ビルがトレーラーハウスの人たちを洗脳してないか心配なのだ。すみません、食べ物を注文されましたか？あら、若いお姉さんもいるのね。注文したのはこのお姉さんじゃないですかね。どうだろう。それはノーっていう意味だと受け止めておきますね。本当に注文してないのかしら。何も言ってくれませんね。お邪魔してごめんなさい。本気で配達先が見つからない可能性あるのだ。注文したのが例のビルって人の可能性もあるわね。さっきのお姉さんのいたトレーラーハウス、めちゃくちゃ大きいですね。一人で暮らしてるんでしょうか？ここはどうかな？ちょっと、今すぐ私の土地から出て行きなさい。あの、怪しいものじゃないんです。うわ。食べ物、私じゃないけど誰が注文したかはわかるわ。それは誰です？そんなものを買う理由があるのはビルだけよ。やっぱりそうなのか。結局ビルに会わなきゃならなさそう。そう、出て行け。撃たれなくて助かりました。注射会は怖いな。それで、誰も食べ物を注文してないのか。ビルのトレーラーはどこかしら。あの無口な女の子に何かあったのかな。帰る前にもう一度、あの子の様子を確認した方がいいな。他にトレーラーハウスはなさそうなので、もう一度お姉さんのとこに行ってみます。若い女の子が、ここに。この人がビル。我々は迷える魂を集めることで知られているのだ。このおじさんめちゃくちゃ怪しいな。笑顔がものすごくうさんくさいですね。罪人をさまようところから連れ戻す者はその魂を死から救うだろう。あの、結局食べ物を頼んだのか頼んでないのかどっちなの。あのお姉さんは。しかしこのトレーラーに住んでいるのは私一人だよ。本格的に怪しいです、このおじさん。おやすみなさい。一体どういうことなの。何かがおかしいことは分かったな。あの女の子について何か知っているかどうか他のみんなに聞いた方がいいな。教えてもらえるのかな。彼女が無事か心配だ。あのおじさん、さまよえる魂を集めるって言ってましたね。社会的に孤立した人を引き入れるカルト宗教って雰囲気があるわ。
おや、またあんたかね。井戸から水を汲んできておくれ。そうしたらこの村について教えてあげよう。お使いを頼まれましたね。おばあちゃん、おしゃべりそうだから水持ってきたら話してくれそうだね。あら。え、彼女、ここにいたのか。ゴミ収集箱を漁ってます。見つけられてよかった。一緒に来てくれ。この女の子見るの娘とかじゃないよね。もう二度とゴミ箱から食事をする必要はないんだからね。ゴミ箱で食べ物を漁っていたのね。それは確かに逃げた方が。ついてきて。ここに車を止めてるんだ。本当に連れ出す気なんだね。お姉さん、無言でついてきてるみたい。待って、さっさとここから出て行こう。誘拐したとか言われませんよね。よせ、出発だ。え、車が動かない。誰かに車壊されたのだ。そ、この村の不気味な連中の誰かが電話を持っていないか確認しないと。最初は食事のデリバリーに来ただけだったのに。そういえば水取ってきてって言われてたね。古いポンプ式の井戸だ。まだこんなものを使ってるだなんて信じられないよ。水を汲む容器が必要だ。水を入れるものが必要ですか。まずは電話を借りましょうか。電話を使う。そうだね。それで俺らを放っておいてくれるなら。電話持ってるんだ。奥さんからかかってくることを想定して。お邪魔してます。チェーンソーだ。田舎では重宝しそうだな。他に調べられるものは。おじさんに話しかけられますかね。やってみましょう。俺らは同胞たちと一緒に生まれ変わるのを待っているんだ。邪魔するな。生まれ変わる。電話壊れてるじゃないか。マジで最悪だな。なんとなく予想してましたが、電話は使えないみたいですね。ショットガン持ってた女性のトレーラーに行くしかないわね。失せるって言ったわよね。ビルはここをあんたみたいなクズ野郎から守っているの。ビルがいなかったら私たちは今まで死んでただろうね。命の恩人ってことか。うむ。私たちは次に起こることを待っているの。そのあたりにいればわかるわよ。そういえば奥さんに逃げられたおじさんが生まれ変わるとか言ってたわね。何を企んでいるんでしょうか。怪しいよね。ここ上の方には行けないのかしら。あの不気味の森に足を踏み入れる理由が思いつかないな。行けないみたいです。どうすってかな。あら、車のドアが。ええ、俺の車に何があったんだ。あの女の子がいない。マジですか。足跡があるぞ。光ってる目はオポッサムなのだ。なんだかいっぱいいて不気味ね。トレーラーパークの裏の森に足跡が続いているぞ。足跡は一人分ですね。ビルに連れ戻されたわけではなく、自力で車の扉を外して森へ。あのお姉さん、ついてきたから逃げたいのかと思ったけど、そうでもないのだ。主人公、もはや食事の配達はどうでもよくなりつつあるわね。今なら森に入れるかも。鍵のかかった門と大男。誰が森のど真ん中にこれを置いていったんだ。瓶を手に入れたわね。大男さんにもお話を聞きます。この場所では何やらおかしなことが起こっている。この人はトレーラーハウスの住人じゃなさそうだね。俺の兄弟のロイがここに来て姿を消したんだ。なるほど、だから自分で調べに来たのね。誰も何も教えてくれないんだよ。それは怪しいですね。ビルに何かされたのかな。森を調べに行きたいんだが。鍵がかかっていて中に入れないのね。何らかの形で鍵を壊さないとダメだ。鍵はビルが持ってるんでしょうか。もし銃があればそいつで撃ち抜けばいい話なんだから。そういやショットガン持ってる住人いたよね。まずは水を持っていきましょうかね。この瓶はここで満タンにできそうだな。これで OK です。乗りたかった船だし、このままビルの企んでいることを暴いてやるのだ。それじゃ、おばあちゃんのトレーラーに。そろそろ水を持ってきてくれる頃だと思ったよ。こいつが必要だったのさ。この昔なじみの歯のためにね。入れ話で喋れるんですか。これで快適に話せるわ。この町について何が知りたいの。話してくれるのだ。では上の質問から。ビルはあたしらのリーダーよ。あたしらを癒す術を知っている。癒す術ですか。どうやって癒すの。あたしらはすでに社会の外で生きている。彼はあたしらが世俗的な姿を捨て去るための素晴らしい方法を持っているの。姿を捨て去る。まさか死ぬとか言いませんよね。不安だけど次の質問なのだ。部外者には理解しがたいだろうね。
奇妙に聞こえるだろうけど、私らの内面を野生の森の生き物と捉えてもらえれば一番わかりやすい。たくさんいたオポッサムと何か関係あるの？ビルはただ私らが本来の姿になれるよう脱皮を手助けしてくれるの。脱皮の手助けですか？ただしのわけじゃなさそうだね。森の中に行けば何かわかるかもね。チェーンソーをお借りします。多分これは森の中で使えるだろう。このおじさん、ジェドって名前だったんだね。次はショットマンね。うまくいきますかね。誰も応答しないな。あのヒステリックなおばさんのトレーラーだよね。鍵が開いているのか。中で死んでいたりしないわよね。ベッドの上に倒れてますけど。ショットガンゲットなのだ。ベッドも調べましょう。彼女は酔っ払って気絶したんだな。生きてはいるようですので、まあいいでしょう。窓の外におポッサムらしき根が光ってるのが怖いな。おポッサム自体は可愛いんだけどね。では鍵を壊します。ドキドキ。その銃はガラクタにしか見えんな。ちゃんと使えるかしら。大男さんにお任せした方がいいでしょうか。銃の使い方は本当に分かっているか。リロードするときは B ボタンを押せ。使用説明助かるのだ。弾は2発しか装填できないから、俺がお前さんだったらおポッサムは避けるね。おポッサムを撃たなきゃならないの？よし、それじゃあその銃を撃つんだ。十字キーで照準を合わせればいいようですね。これだね。2発しか装填できないけど、弾は無限だから助かるわね。では先に進みます。オポッサムとぶつかると戦闘になったりするのだ。この森のオポッサム、攻撃的ね。森の奥に主人公たちを進ませたくないんでしょうか。やばい、絶妙に攻撃が当たってないのだ。ものすごい跳躍力ね。あれ、これは当たったんでしょうか。戦闘終わったっぽいのだ。無事でよかったわ。ノートがある。ナンバー487と書いてあるな。新規メンバー、ボーラ。年齢23歳。虐待的なパートナーから逃れてきた。ファイブの人間には存在を秘密にすること。あの、このローラってもしかして。あのお姉さんのことなのだ。一体このノートは何の記録なの。ビルが書いたもの。変質互換性レベル、こう。私が見た中で最高の候補者の一人だ、ビル。変質互換性とか、候補者とか、嫌な感じの単語が。まさか人体実験してたのだ。生活に苦しんでる人たちを集めてここで生活させて、利用していたってこと。ものすごく嫌悪感が湧きますね、ビルみたいなタイプには。先に進むのだ。ここでチェーンソー。これで大丈夫だろう。これで先に進めますね。オポッサムが道を塞いでいるので、またショットガンで応戦しなきゃならんのだ。動くと当たらないからじっとしていてちょうだい。まあ、じっとしてくれるなら、そもそも撃つ必要はないですよね。同様の戦闘が続くのでカットなのだ。それじゃ先に進みましょう。あれは電波塔？何かありそうだね。早速行ってみるのだ。ここは建物の中ね。プレイラジオ局だな。大男さんもついてきたんですね。でも人の気配はなさそう。教会に改装されたようだ。オポッサムを描いた垂れ幕みたいなのがかかってるわね。ノートがある。ナンバー473と書いてある。新規メンバー、シェド。年齢47歳。シェドはこのおじさんですね。妻の変身後、その後を追ってここにやってきた。変身か。奥さんを追ってここに住むようになったんだね。常に保証を必要とする。変質互換性レベル、低。こいつにはどう対処したものだろうか、ビレ。ここの住人の人たちのことが心配になってきたわ。不穏です。ノートがある。ナンバー479と書いてあるな。新規メンバー、ロイ。年齢41歳。ロイって大男さんの兄弟だよね。妻子が飲酒運転事故で死亡。かなりえぐい過去があったのね。家族とは金銭問題で対立していた。なるほど。行き場を失ってここに。変質互換性レベル、高。変身は完了している、ビル。残念だけれど、ロイさんはもう人間に戻れないかもね。これ、主人公が助けようとしたローラさんも危険なのでは。だよね。ロイはどこなんだ。変身ってどういう意味なんだ。奥の部屋は見たか。奥の部屋。俺が見てくるからあんたは見なくていいよ。ロイさんが変身してどうなってるかわかりませんからね。次のノート見るのだ。ノートがある。ナンバー480と書いてあるぞ。新規メンバー、ベソニー。年齢67歳。これはあのおばあちゃんのことね。孤独に苦しんでいる。新たなコミュニティを見つけたがっている。変質互換性レベル、
中。おばあちゃんも変身を。やばいのだ。素敵な女性だ。母を思い出せ、ビル。悩んでる人たちに人間を辞めさせようとしていたのね。モードがある。ナンバー482と書いてある。これで最後ですかね。新規メンバー、タミー。年齢、29歳。タミーはこの人だね。アルコール依存症とパラノイアに苦しむ。酔いつぶれていたものね。対立しがちな性格。このノート、本人に読まれなかったんでしょうか。変質互換性レベル、中。本当に手がかかる、ビル。これで全部のノートを確認したのだ。それじゃ奥の部屋を確認しましょう。うわ、なんですかこれ。やべえのだ。なんてこった。うえ、吐きそうだ。これが変身なの。人間の体が抜け殻みたいになってます。とりあえず男さんに話すのだ。信じてほしいんだけど、あの奥にあるものを見たくはないだろう。さっさとここから出よう。ビルは一応殺人罪に問えるのかしら。どうなんでしょう。とりあえずここを出るのだ。ビルは悩んでいる人を救いたくて変身させたの。あ、ローラが。ここにいたのか。心配したよ。大丈夫なの。体が裂けて中からオポッサムがまろびれてる。この辺りにいるオポッサムは元は人間だったの。そして戦闘になってしまいました。一体どうしたって言うんだ、君ら無礼者たちは。襲われたから撃っちゃったのだ。変身が唯一の解決法だったの。本当に悩んでる人たちのことを助けたくてオポッサムにしてたんですか。そこんとこどうなのだ。他者を恐れることしかできないのか。それはそのままあなたの方に問い返したいわ。オポッサムになったら対話すらできませんよ。私たちが望むのは放っておかれることだけだったのに。そして君のような人らがここに来て私たちから盗んでいくんだ。人間社会の複雑さから解放された人生に生まれ変わろうとしている時に。なら誰が食べ物を注文したのだ。君は私たちを殺しに来たんだ。私が知りたいのはその理由だけだ。別に殺しに来たつもりはないんだけど。この光っている目は全部オポッサムになった人たちの。ものすごい数なのだ。人間社会に絶望してオポッサムになった人の中には救われた人もいるのかしらね。私思うんですけど、食べ物を頼んだのはやっぱりローラじゃないでしょうか。オポッサムになる直前にやっぱり怖くなって SOS を外部に送りたくなったんじゃないかと。ローラには本当にかわいそうなことをしたわ。パートナーから虐待されていたのに最後はあんな形になってしまって。どこの国にも孤独に苦しむ人はいて、中にはビルの宗教みたいなのにすがってしまう人もいるんだろうな。生きている限り多かれ少なかれ苦しいことや悲しいことはありますからね。難しい問題です。ちなみにローラたちが人間として幸せに生きられるエンディングは。エンディングはおそらくあの1種類だけだと思うわ。ですよね、知ってました。悲しいエンディングだったけど、ホラーゲーム遊んでてこんなにいろいろ考えることになるとは思わなかったのだ。独特の雰囲気のドット絵もいい味出してて好きだったわ。面白かったわね。それでは今回の実況はこの辺りで失礼します。ご視聴誠にありがとうございましたなのだ。バイバイ。次回の動画でお会いしましょう。またね。それではまた。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。